カルロス4世は、ブルボン朝のスペイン王。カルロス4世は、カルロス3世と、マリア・アマリアでサホニアの次男として生まれた。父が両シチリア王座位中に、ポルティチで生まれた。兄フェリペは、知能の発育の問題と転換で大いにつけなかった。カルロス4世は、ポーランド王権作戦選抵抗、アウグスト3世の娘である母の血統から素晴らしい、体格と、 強靭な体力を受け継ぎ、若い時は農村で自分の知る限りの最強の男たちとレスリングをするのが好きだった。一方知性の面では優れた君主だった父に似ず多くの人から鈍感でとにかく馬鹿正直だと思われていた。不王でさえ彼と話をするごとに、カルロス、お前は馬鹿だな、と言っていたほどである。父から十枚のパルマ公女。 マリアルイサとの結婚が決定したと知らされ、彼は女性と付き合ったことがなく、どうしたらいいのか途方に暮れた。その時も父は、バカだなカルロス。女なんか、みんな同じだ。と一括したのみだった。一方、王妃のマリアルイサでパルマは、多くの人から王を完全に支配する昭和ルデス。そやな、女と見られていた。父の存命中に、国王のお気に入りの大臣を追い出して、 ペドロ・パブロ・アランダに置き換えようとして、妻の手で審問に引き出されてしまった。1788年に即位すると、真剣に取り組んだ仕事はかりであった。公務は、王妃とお気に入りのマヌエル・デ・ゴドイに任せることになった。ゴドイは事実上、王妃と執務室を自分のものにしたが、王は自分の生活すべてをゴドイに預けた。フランス革命に恐怖を感じると、 カルロス三世の改革をさらに推し進めようとする、政党と対立するゴドイを手助けできる異端審問に転じた。しかし、政治の成り行きに口を挟む程度のことしかせず、単に王妃とゴドイの言いなりでしかなかった。1803年娘のマリーアルイーサが天然島に感染すると、王は医師のフランシスコ・デバルミスに国費でスペイン植民地にワクチンを運ぶよう指示した。王は 王権真授説を信奉し、自分が神聖な存在だという信念があった。王権が非常に強力に移ることがとても重要だと考えていたが、スペイン王国はフランスからは、属国程度の扱いしか受けられず、王位は王妃とお気に入りのなすがままであった。スペインは、フランスと同盟し、大陸封鎖を支援したが、トランファルガーの開戦後に撤退した。 この海戦で全艦隊を失い、1807年のナポレオンによるイベリア半島侵入を許す密約で国民の怒りを買い、アランフェスの暴動を導いた。ナポレオンが1807年にロシアに戦勝すると、ゴドイはフランス寄りに転じたが、フランスはもはやスペインとの同盟に価値を認めなくなっていた。しかし、フランスとの同盟でさえ、ゴドイの支配を弱体化させ、 イギリスとの密接な関係を模索するフェルナンド派を勢いづかせた。息子フェルナンドがナポレオンにゴドイをやめさせるよう訴えたと聞かされて、カルロスはお気に入りのゴドイの用語に回った。1808年3月、民衆がアランフェスで放棄すると、3月19日に退位し、フェルナンド7世が即位した。しかし、この時スペインに10万の兵を送っていた。 ナポレオンからは信用されなかった。カルロスはフランスに逃れ、ナポレオンに囚われた。息子に殴りかかりたい思いを抑えるのに苦しむ日々を過ごした。フェルナンドも退位を余儀なくされ、ナポレオンの兄ジョゼフがスペイン王に即位した。カルロスはフランス皇帝から住まいを与えられて、残りの人生を妻とごどいに囲まれて過ごした。1819年1月20日、ローマで死去した。 カルロス4世の家族カルロス4世は10枚マリアルイサデ・パルマと1765年に結婚した。子供は14人生まれたが7人しか成人しなかった。ありがとうございます。